ですね、ちょっとね、ギターについての話もせっかく僕がやってるんでね、しようかなと思いますが、愛知県の、平野慎太郎くん13歳、ピッキングハーモニクスはうまくできません。雑誌などでピックを短めに持つって言われても素早く持ち帰れないし、松本さんはどうやってるんですか。それと早弾きのコツなんかあったら教えてください。早弾きのコツはありません。練習しかありません、これは。ピッキングハーモニクスもね、これラジオだとちょっと説明しにくいんだけど、とにかくピックを短く持って爪とねピックの先を両方当てるんだよね。でそのなんていうのかな、いわゆるそのギターのピックアップとピックアップの間で倍音が出やすいポイントっていうのがあるんですよ。それをまあ見つけるといいと思うんだよね。それでこの瞬時にして持ち替えられないっていうのはね、確かにねすぐにはできないんですけども、これもね練習しかないんですよね。だから僕も1曲の中でバッキングソロ、それからまたバッキング戻ったりとかっていうところは長く持ったり短く持ったり、爪を当てたり、こういろんな細かいことをしてるわけですよ、その1曲の中で。だからそれはね、どうだ、なんていうのかな、いろんなその自分が憧れてるプレイヤーの真似をすることが一番いいんじゃないのかな。似たような音を出すための練習、それをまあ追求、僕もずっとティーンエイジャーの頃そういう風にやってたん でなかなかねそう簡単にはね同じようにはならないんだよね。とにかくもう何度も何度も聞いて、ああでもないこうでもないってこう練習する以外はないと思います。でそれが一つずつクリアできていくとだんだん楽しくなっていくんで、だからもっともっとって思っていくと、それが練習とかヘビーなことじゃなくて自分の楽しみになっていくんでね、そうするとどんどん上達していくんじゃないですかね。13歳だったらもう俺 4,5 年はガンガン上達すると思うね。で10代後半ぐらいにある程度自分のスタイルみたいなのできるんですよね、13ぐらいからやってたら多分と思います。頑張りましょう。